高田周一は東京都板橋区中大出身のプロバスケットボール選手である。ポジションはスモールフォワード、パワーフォワード。195センチメートル、91キログラム。13歳の時にバスケットボールを始める。中隊中学校を卒業後、日大豊山高校に進学。最大の激戦区である東京都において高校2年生のウィンターカップで、 初めて全国大会に出場。一回戦で熊本国付に敗れた。高校卒業後は日本体育大学に進学。インカレなどで活躍するものの、大学4年生の時に大きな怪我を負ってしまう。大学卒業後は三菱電機ダイヤモンドドルフィンズに入団し、プロ選手となったが、怪我のリハビリに大半を費やすこととなる。2008年、BJ リーグ。 高松ファイブアローズよりドラフト全体6位指名を受け入団。背番号は41。2008から09シーズン前半は出場機会に恵まれなかったが、シーズン後半より頭角を表し、35試合に出場。チーム新記録の11連勝トップレイオフ、カンファレンスセミファイナル進出に貢献する。 2010から11シーズン2月6日の秋田ノーザンハッピネッツ戦ではチームに怪我人続出で6名しか出場できる選手がいない状況の中25得点を稼ぎ出し67から61での勝利の立役者となった2012から13シーズンは FA 権を行使して大阪エベッサに所属した後2013から14シーズンは大分ヒートデビルズに所属 11月16日17日のライジング、福岡戦では高いシュート成功率で計35得点を記録して、連勝に貢献したことが評価されて、週間 MVP を初受賞した。2014から15シーズンは島根スサノーマジックと契約。2015から16シーズンは4シーズンぶりに高松に復帰した。BJ リーグと NBL が統合して発足した。 B リーグの初年度2016から17シーズンもチーム名変更した香川ファイブアローズと契約した。2018年11月28日にプロキャリア通算3000得点を達成。2018から19シーズン限りで香川を退団。ありがとうございます。